こんにちは、大津市障害学習課です。今回はスマートデバイス基礎講座の入門編として、スマホ基礎講座のオンデマンド動画を作成しましたのでご紹介いたします。それでは早速始めていきます。内容はご覧の通りとなっております。スマホとは、携帯電話にパソコンの機能がついて、さらに便利になったものです。スマホは大きく3つの種類があります。1つ目は iPhone です。こちらは Apple という会社が作っているものです。2つ目は Android です。Android とは、OS というスマホ全体を管理するソフトウェアの名称です。Android は Google という会社が作っている OS で、この OS を使ったスマホのいろいろなメーカーが作っています。3つ目は、楽々本と呼ばれるご高齢の方に使いやすく作られたスマホです。それぞれに特徴がありますので、ご自分に合ったものを選んでお使いになるといいかと思います。また、ガラケーは決定ボタンや文字入力のボタンがついていて、基本的にはそのボタンで操作しますが、スマホは画面に表示されるものを直接押したりして操作します。これも大きな違いです。では、次にスマホの基本的な操作方法についてご説明したいと思います。スマホの基本操作としてボタンの機能を覚えましょう。まずは本体のボタンです。本体の横には電源ボタンと音量調節ボタンがあります。電源ボタンは長押しをすることで電源をつけたり落としたりすることができます。音量ボタンは上のボタンを押すと音が大きくなり、下のボタンを押すと音が小さくなります。次に画面のボタンです。画面下の中央にあるボタンをホームボタンと言います。はじめの画面に戻りたいときはこのボタンを押しましょう。スマホの基本操作として主に4つあります。言葉の意味は覚えなくても大丈夫です。指の動きを覚えてください。何かを選ぶときは人差し指でポンと軽く画面を叩きます。こちらも何かを選ぶときですが、主にアプリを削除するときなどは、人差し指で2秒間ほど長押しします。画面全体を切り替えるときや、画面を上下に動かすときは、人差し指で画面に触れたまま、上下または左右に滑らせます。写真や地図を大きくしたり、小さくしたりするときは、親指と人差し指で画面を触れたまま広げたり狭めたりします。文字の入力方法は3つあります。いずれもご自分が使いやすい方法でお使いください。何度も練習して慣れていただくことが大事です。スマホは実は中身のない箱のようなものです。スマホを使うためには、必要な機能を箱の中に入れてあげる必要があります。この機能のことをアプリと言います。電話など基本的な機能を持つアプリは、初めから入っています。いろんなアプリがありますので、欲しい機能があれば、ご自分でインストールすることができます。
では、ご自分でアプリをインストールする方法ですが、ストアというアプリからお好きなアプリを検索することができます。また、チラシなどに表示されている QR コードを読み込むことで、アプリをインストールする方法もあります。いずれも、お持ちのスマホが iPhone か Android かによって、ストアも QR コードも異なっております。アプリには、有料のものと無料のものがありますので、ご注意ください。それでは、よく使う機能である電話のかけ方をお伝えします。画面に表示されている電話のアプリをタップし、直接電話番号を入力したり、電話帳に登録のある場合は、電話帳から相手を選んで電話をすることができます。次に、インターネットを使って調べてみましょう。インターネットに接続するアプリはいくつかの種類があります。どのアプリを使っていただいても大丈夫です。アプリをタップすると検索バーが表示されます。検索バーの中をポンとタップしますと、縦長の細い線がチカチカと点滅します。文字が入力できる合図ですので、調べたいことを入力してみてください。もし、検索バーにマイクのマークがあれば、マイクをポンとタップしてみてください。文字を入力しなくても、調べたいことを話しかけるだけで、検索してくれる便利な機能です。ぜひ、覚えておいてください。続いて、地図を見てみましょう。地図のアプリをタップし、検索バーが表示されたら、先ほどと同じように、行きたい場所を入力してみてください。ご覧のように、目的地までの経路や、所要時間を教えてくれます。また、カフェ、レストランなど、キーワードで検索すると、近くのお店を教えてくれます。お出かけの際に活用してみてください。地図のアプリは、文字で検索して、行きたい場所への経路や近くのお店を探すだけでなく、さらに地図そのものを拡大したり、縮小したりすることもできます。基本操作でお伝えした指の使い方、ピンチを使ってみましょう。2本の指をどんどん広げてみると、このように地図が大きくなり、より詳細な情報が表示されます。反対にどんどん狭めてみると、このように日本列島の全体を見ることもできます。では、カメラアプリを起動して、写真を撮ってみましょう。スマホの背面にカメラがついています。撮りたい方向にカメラを向けて、撮影ボタンをタップします。撮った写真は、アルバムアプリに自動的に保存されます。他にも、連続で写真を撮ったり、内側カメラで自分を撮ったり、動画の撮影もできます。スマホをお持ちの多くの方が LINE アプリを活用されています。LINE とはメッセージアプリのことです。個人的にメッセージや写真を送り合うことができます。
また、最近では、企業や飲食店などのお店が、それぞれ公式 LINE アカウントを作っていて、お得な情報など、情報発信の手段として活用されています。初めて LINE をご利用になる場合は、アプリをインストールする必要があります。最近では、ご購入時に初期アプリとしてすでにインストールされている場合もあります。LINE では、電話帳に登録するような機能のことを、友達追加と呼んでいます。LINE でメッセージなどをやり取りするには、その相手を友達追加します。友達追加する方法の一つとして、QR コードの読み取りを紹介します。まず、LINE のホームをタップし、画面右上の人の形をタップ。次に QR コードをタップします。ここで相手の方の QR コードを読み込みます。QR コードを表示させる方法は、画面中央の My QR コードをタップすると、QR コードが表示されます。ご自分か相手の方か、どちらかが QR コードを表示させ、もう一方の方が読み込むことで、お互いに友達追加することができます。では、次にメッセージのやり取りをしてみましょう。LINE アプリをタップし、ホームの友達リストの中から相手を選びましょう。続いて、トークをタップし、メッセージを入力します。最後に、画面右の青い三角ボタンをタップします。これで送信完了です。LINE では、メッセージの他に、スタンプを送ることができます。文字入力部分の隣にある、にっこりマークをタップすると、スタンプの一覧が表示されますので、お好きなスタンプを選んで送ります。その他に、スタンプのようにスマホで撮影した写真などを LINE で送ることもできます。次は写真を送ってみたいと思います。写真を送るには、メッセージ入力部分の左側のカメラか画像のマークをタップします。カメラを選ぶとカメラの機能が起動するのでその場で写真を撮ってそのまま送ることができる機能です。画像はこれまでに撮影した写真でスマホに保存している写真などを送ることができる機能です。最後に、スマホを安全に使うためのポイントをお伝えします。写真を撮ったり、友達とのメッセージのやり取りをしたり、インターネットで調べ物をしたりと、大変便利なスマホですが、スマホの中の情報が第三者に漏洩したり、悪質なサイトにつながったりと、一つ間違えると危険なところもあります。そこで、安全にスマホを使うための方法を覚えておきましょう。スマホには個人情報がたくさん保存されています。ご自身の情報はもちろん、ご家族や友人の情報もたくさんあるはずです。画面ロックを行っていると、万が一スマホを紛失した時でも、誰かに簡単に中身を見られることはありません。情報の流出を防ぐために、画面ロックは必ず行いましょう。画面ロックの方法は、機種によって
いろいろあります。ご自分の使いやすいものを選びましょう。インターネットを使うときはインターネット回線を使っています。ご自宅で回線契約をしている Wi-Fi に接続するときは専用のパスワードが必要です。つまり専用のパスワードを知っているご家族だけが接続できるので安心して利用できます。一方でお店や観光施設などで提供されるフリー Wi-Fi は無料でインターネットが使えるという便利さがありますが、誰もが簡単に接続できるため個人情報や大事な情報が流出する危険もあります。このためお店や観光施設などで提供されるフリー Wi-Fi を利用してインターネットに接続するときはちょっとしたことを調べたりする程度にしておきましょう。個人に関する情報や何かのパスワード、口座情報など大事な情報は絶対に入力しないでください。さて、インターネットで検索していると突然不審な画面が表示されることがあります。スマホのセキュリティが脅かされている、有料サイトの料金を支払っていないなどの文章で驚かされてしまいます。このような表示やメッセージをタップすると危険なページに誘導される恐れがあります。突然表示が現れても慌てずに落ち着いて開いている画面を閉じましょう。スマホはとても便利である一方で危険も潜んでいます。画面ロックやインターネットに接続する際の注意点などに気をつけていれば安全に使うことができますので、ぜひスマホを活用してください。以上で講座を終了します。今回はスマートデバイス基礎講座の入門編としてスマホ基礎講座をお届けしました。ご視聴ありがとうございました。大津市熱心まちづくり出前講座は、普段の生活の中で皆さんが知りたいと思われる市の事業や施策などについて職員などが講師となってお話をお届けするというものです。講師が直接皆さんのもとに伺いお話しすることで市政などについて理解を深めていただき、共同のまちづくりを目指すことを目的にしています。ご利用できる方は、自主的な学びを希望する市内在住、在勤または在学の10人以上のグループや団体であればお申し込みいただけますので、ぜひご利用ください。